ようこそ、お参りくださいました。本日は、神社検定の練習問題を含めて、玉垣について、少しお話をさせていただきます。みなさん、 えー、神社にお参りをしたらですねまあ、こういった少し背の低い垣根が、えー、たくさんあるのをご覧になったことないでしょうか、えー、神社ではですねこういった、えー、垣根をたくさん設けております、えー、この垣根は、えー、玉垣と申します漢字で書きますとまあ、玉玉に垣根と書いて玉垣と申します えー、玉垣の玉というのはですね、まあ美称、まあ褒め言葉と言ったらいいんですかね、か、え、き、ー、まあ美しい垣根という、えー、意味ですかね、まあ美称という意味でこの玉を使って玉垣と申します。この玉垣はまあ素材としましては、えー、木や、えー、そして、えー、石が多くございます。 これも神社の建築に合うように景観に合うといいますかね景観神社の建築に合うように木や石で作られることがとても多くございますその他の素材というのがなかなか見ないですねさてこの玉垣どういった役目があるかと申しますとこの玉垣はですね 聖、えー、域と、まあ、属性を分ける区別する役目がございます、えー、ですので、まあ、玉垣の、えー、こちら側は属性そして向こう側は聖域、まあ、清らかな場所という意味がございます、まあ、神社によってはですね、まあえー、本殿、まあ、神様がいらっしゃる建物の周りだけ ですとか、また境内全域をぐるっと這い巡りしているところもございます。まあうちもですね、えー、神様がいらっしゃる御、えー、本殿の周りと、そして、えー、社殿全体の、えー、周りにも玉垣がめぐ、えー、らさいとおります。こうしてまあ徐々に徐々に、この向こう、玉垣の向こうは清らかな場所ですよという、 えー、そういった区別をしているわけでございます。まあ、鳥居とまあ、似たようなものですよね。まあ、ですが、鳥居と違ってですねえ。玉垣はですね、えー、乗り越えないでください。えー、玉垣の向こう側は清らかな場所ま聖、あ、域でございます。ですので、まあ、特別に許可がない限りはですねえ。玉垣のを。 乗り越えて向こう側に行こうとはしないでください汚れ、えー、を持って、えー、浮上を持って犯してはならないそのためにこういった垣根玉垣を設けているわけでございますのでどうか皆さん、えー、この垣根はですね越えないようにお願いいたしますでは、えー、神社検定の練習問題を 出題させていただきます。え神社によってはですね、この玉垣何重にも作られている場、えー、ところもございます、えー。いくつも玉垣がありまして、その中でも社殿にご社で、えー、ご正殿神様がいらっしゃる御正殿に最も近い場所に、えー、場所にある玉垣を 何と言うでしょうか御省殿に最も近い玉垣の名称として適当なものを次の四つのうちから一つ選んでくださいまず一番荒垣二番板垣三番水垣四番 さて以上の4つの地からご正殿に最も近い玉垣の名称として適当なものを1つ考えて選んでくださいどうぞはい それではですね、正解を発表いたします。正解は、水垣が正しい名称でございます。神様がいらっしゃる建物、御正殿に最も近い玉垣の名称は、水垣が一番適当でございます。荒垣、そして板垣というのはですね、この水垣よりも外側にある、 玉垣を、えー、荒垣、また板垣と申しますそして4番のですね芝垣というのはちょっと特殊でございます昔はですねまだ神社の建物がない古代はですねお祭りのたびに神様をお招きをしてお祭り神事を行っておりました その神様をお招きする場所、まあ、聖域ですよね、その神様がいらっしゃる場所を取り囲むように、えー、樹木を、えー、巡らせていました、それを芝、えー、垣と申します。まあ、要は人事、臨時の祭りの場所聖域を取り囲む垣根を芝垣と申します。 皆さん、いかがだったでしょうか、えーまあ、大体です、ね、これが神社検定3級レベルの問題かと思います正解した人もですね、まあ、正解できなかった方もぜひ、えーまあ、神社検定の神社のいろはをもう一度読んで、えー、復習、予習などしていただければと思います。ここれからもですね、ど、えー、どんどんこういった練習問題、えー 出していこうかと思いますのでぜひ神社検定に挑戦する方はどんどんレベルアップをしてぜひ合格してください官主も応援しておりますまたコメント欄にですね、えー、質問などいただければ随時お答えいたしますので分かる限りはお答えいたしますのでぜひ皆さん頑張ってくださいご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録をお願いいたします